ちは、植物学インテリア科のピメリーです。今回はアマゾンでよく見かける透明の支柱を買って実際に使ってみたのでレビューします。まずは結論からお伝えします。こちらの支柱とってもいいです。私は今までいろいろな支柱を使ってきたんですが、その中でも1位2位を争うぐらい様々な点で優れていると思います。水苔を支柱の中に詰めやすかったり、安定感があったりと様々なメリットがあるなぁと感じています。今回は私が実際に使ってみて感じたメリットデメリットをお伝えしていきますね。まずはメリットからです。こちらの支柱は水苔を入れてからポールを閉じられるので、とっても作業が楽です。プラヘゴのように上から水苔を棒で詰めるという作業がありません。あの作業って手間ですし、周囲が結構汚れてしまうんですよね。そういった手間がないので植え替えが秒で終わりました。というのは嘘で、肝心の植え替えの様子はカメラの熱停止で撮れておりませんでした。フィロデントロングロリアスという子に使っています。もともとキャビネット簡易の温室内で育てていた子です。現在は植え替えから数日経っています。植え替えの時に葉っぱを傷つけてしまったりしたので、あまり綺麗な状態ではありませんが、脇芽が出てきてくれました。高湿度から上質管理に切り替えて環境を変えた割にはなかなか順調かなと思っています。こちらの支柱はとっても水やりがしやすいなと思います。もうスポールへの水やりは基本的にペットボトルに吸水キャップをつけたものをひっくり返してあげています。ちょろっとお水をあげたい時もありますよね。そんな時はジョウロなどを使ってあげていますが、今まで使ってきた支柱は結構ジョウロでお水やりすると周りにお水が飛び散っちゃったりして水やりしにくいんですよね。こちらの支柱は背面が閉じられているからか、上からジョウロで水をやっても周りに飛び散りにくいです。そして安定感があるのもいいところです。ヘゴ支柱なので後ろを支えてあげなくても自立してくれます。私が自作しているクリアシートの支柱は素材が薄いので、後ろからヘゴ支柱でがっつりと支えてあげないと自立が難しいです。でもこちらの支柱はかなり安定感があるので、イボ支柱などをしなくても大丈夫です。支柱がないと背面がすっきりした見た目になっていいなと思います。さすがにいくつもつなげたらヘゴ支柱などで補強してあげた方がいいとは思いますが、1個だったら補強はいらないです。2個ぐらいまで大丈夫そうな気がしています。今度つなげてみようと思います。支柱の前面に開いている穴も大きいので、根が水苔の中に入っていきやすそうなところもいいですよね。私が自作しているネット支柱ですが、割と大きな穴を選んでいますが、やっぱりちょっ
っと細かい根を持つ子などは根が中に入っていきにくいです。ポトスのように太い根を持つ子は簡単に入っていってくれるんですが、フィロデンドロンの例えばベルコーサムさんなどは根が細かいですよね。そういった子はちょっとこちらのネットの支柱は苦手みたいです。見た目もすごくいいです。透明なので圧迫感が出にくいです。ネットで作った支柱もそれほど圧迫感感じてはいないんですが、節間が長い植物だとちょっと作り物感が出てしまう気がします。葉っぱがわさわさっとしていれば気にならないんですが、裏を返してみるとこんな感じです。少し目立ちますよね。とはいえ、透明の支柱も私はラップやらマスキングテープやらベルクロやらで根が活着するように矯正キブスをしちゃっているので、生活感がかなり出ております。見た目のお話はお部屋のインテリアに合う合わないがあるので一概には言えないですが、私個人的には一番好きです。圧迫感が少なくてすっきりした支柱だなと思います。デメリットはお値段がちょっと高めかもしれません。4本で1700円前後です。私のように何本も支柱を立てたい方や高く何本もつなげたいという方は結構な金額になっちゃうかもしれないですね。もうちょっと安ければ完璧かなと思います。少しだけ使いたい方にはとってもいいと思います。あとは留め具のところがちょっと外しにくい構造になっているので、留め具を外すときに壊れてしまう可能性もあるかもしれません。私も留め具の付け外しをしていたら一箇所壊してしまいました。一度組み立てたら取り外すことを考えない方がいいのかもしれないです。かなりがっちりと止まるところが中にはまってくれるので、簡単に留め具が外れないという点では安心と考える方もいらっしゃるかもしれません。今回はAmazonでよく見かけるあの透明の支柱のレビューをお届けしました。気になっている方も多いかと思います。結構使いやすかったので、一度使ってみてもいいかもしれないですね。こちらの透明の支柱はAmazonでいろいろな出店者さんから購入できます。私は日本の会社さんから送られてくるものを購入いたしました。おそらく同じ商品でもっと安い金額の海外から送られてくるものも選択できるんですが、Amazon で海外から送られてくるものだとちょっとね破損していたりすることも多いので、4本で1700円のものを購入してみました。破損もなく商品自体もとっても気に入ったので、同じ出店者さんからもう1セットを注文しようと思っています。今後はネットで作ってた支柱をこちらの透明支柱に切り替えていこうかなと考えています。根の細かい子、例えばフィロデンドロンベルコーサムさんに関しては引き続き自分で作っているクリアシートの支柱に入れてあげようと思っています。支柱の切り替え作業も動画にしますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。皆様が使っているお気に入りの支柱があれば、ぜひコメントで教えてくださいね。また支柱に関してはこちらの動画で特集しているので、気になる方はこちらもチェックしてくださいね。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ピミリーでした。またねー。
Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is.